それではただいまから野田総理の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いします。はい。本日は大飯発電所3、4号機の再起動の問題につきまして、国民の皆様に私自身の考えを直接お話をさせていただきたいと思います。4月から私を含む4大臣で議論を続け、関係自治体のご理解を得るべく取り組んでまいりました。夏場の電力需要のピークが近づき、結論を出さなければならない時期が迫りつつあります。国民生活を守る、それがこの国論を二分している問題に対して、私がよって立つ唯一絶対の判断の基軸であります。それは、国として果たさなければならない最大の責務であると信じています。その具体的に意味するところは2つあります。国民生活を守ることの第一の意味は、それは次代を担う子どもたちのためにも、福島のような事故は決して起こさないということであります。福島を襲ったような地震、津波が起こっても、事故を防止できる対策と体制は整っています。これまでに得られた知見を最大限に生かし、もし万が一、すべての電源が失われるような事態においても、炉心損傷に至らないことが確認をされています。これまで1年以上の時間をかけ、IAEA や原子力安全委員会を含め、専門家による40回以上にわたる公開の議論を通じて、得られた知見を慎重には慎重を重ねて積み上げ、安全性を確認した結果であります。もちろん、安全基準にこれで絶対というものはございません。最新の知見に照らして、常に見直していかなければならないというのが、東京電力福島原発事故の大きな教訓の一つでございました。そのため、最新の知見に基づく30項目の対策を新たな規制機関の下での法制化を先取りして、期限を区切って実施するよう電力会社に求めています。その上で、原子力安全への国民の信頼回復のためには、新たな体制を一刻も早く発足させ、規制を刷新しなければなりません。速やかに関連法案の成案を得て、実施に移せるよう、国会での議論が進展することを強く期待をしています。こうした意味では、実質的に安全は確保されているものの、政府の安全判断の基準は暫定的なものであり、新たな体制が発足した時点で、安全規制を見直していくこととなります。その間、専門職員を要する福井県にもご協力を仰ぎ、国の一元的な責任の下で、特別な監視体制を構築をいたします。これにより、先の事故で問題となった指揮命令系統を明確化し、万が一の際にも、私自身の指揮の下、政府と関西電力双方が現場で的確な判断ができる責任者を配置をいたします。なお、大飯発電所3、4号機以外の再起動については、大飯同様に、引き続き丁寧に個別に安全性を判断をしてまいります。国民生活を守ることの第二の意味、それは計画停電や電力料金の大幅な高騰といった日常生活への悪影響をできるだけ避けるということであります。豊かで人間らしい暮らしを送るために、安価で安定した電気の存在は欠かせません。
これまで全体の約3割の電力供給を担ってきた原子力発電を今止めてしまっては、あるいは止めたままであっては、日本の社会は立ち行きません。数パーセント程度の節電であれば、みんなの努力で何とかできるかもしれません。しかし、関西での 15% もの需給ギャップは、昨年の東日本でも体験しなかった水準であり、現実的には極めて厳しいハードルだと思います。仮に計画停電を余儀なくされ、突発的な停電が起これば、命の危険にさらされる人も出ます。仕事が成り立たなくなってしまう人もいます。働く場がなくなってしまう人もいます。東日本の方々は、震災直後の日々を鮮明に覚えておられると思います。計画停電がなされうるという事態になれば、それが実際に行われるか否かにかかわらず、日常生活や経済活動は大きく混乱をしてしまいます。そうした事態を回避するために、最善を尽くさなければなりません。夏場の短期的な電力需給の問題だけではありません。化石燃料への依存を増やして、電力価格が高騰すれば、ぎりぎりの経営を行っている小売店や中小企業、そして家庭にも影響が及びます。空洞化を加速して、雇用の場が失われてしまいます。そのため、夏場限定の再稼働では、国民の生活は守れません。さらに、我が国は石油資源の7割を中東に頼っています。仮に中東からの輸入に支障が生じる事態が起これば、かつての石油ショックのような痛みも覚悟しなければなりません。国の重要課題であるエネルギー安全保障という視点からも、原発は重要な電源であります。そして私たちは、大都市における豊かで人間らしい暮らしを電力供給地に頼って実現をしてまいりました。関西を支えてきたのが福井県であり、大飯町であります。これら立地自治体は、これまで40年以上にわたり原子力発電と向き合い、電力消費地に電力の供給を続けてこられました。私たちは立地自治体への敬意と感謝の念を新たにしなければなりません。以上を申し上げた上で、私の考えを総括的に申し上げたいと思います。国民の生活を守るために、大飯発電所3、4号機を再起動すべきというのが私の判断であります。その上で、特に立地自治体のご理解を改めてお願いを申し上げたいと思います。ご理解をいただいたところで、再起動のプロセスを進めてまいりたいと思います。福島で避難を余儀なくされている皆さん、福島に生きる子どもたち、そして不安を感じる母親の皆さん、東電福島原発の事故の記憶が残る中で、多くの皆さんが原発の再起動に複雑な気持ちを持たれていることは、よく理解できます。しかし、私は国政を預かる者として、人々の日常の暮らしを守るという責務を放棄することはできません。一方、直面している現実の再起動の問題とは別に、3月11日の原発事故を受け、政権として中長期のエネルギー政策について、原発への依存度を可能な限り減らす方向で検討を行ってまいりました。この間、再生可能エネルギーの拡大や省エネの普及にも
全力を挙げてまいりました。これは国の行く末を左右する大きな課題であります。社会の安全安心の確保、エネルギー安全保障、産業や雇用への影響、地球温暖化問題への対応、経済成長の促進といった視点を持って政府として選択肢を示し、国民の皆様との議論の中で8月をめどに決めていきたいと考えております。国論を二分している状況で一つの結論を出す、これはまさに私の責任であります。再起動させないことによって生活の安心が脅かされることがあってはならないと思います。国民の生活を守るための今回の判断に何卒ご理解をいただきますようにお願いを申し上げます。また原子力に関する安全性を確保し、それをさらに高めていく努力をどこまでも不断に追求していくことは重ねてお約束を申し上げたいと思います。私からは以上でございます。